こんにちは、アマネデザインです。エレゴサターンの新しい LCD モニターを購入して取り替えてる最中なんですけれども、以前の動画にもありますように LCD モニターの上のフィルムを剥がすなっていう動画を投稿させていただいたんですけれども、自分の不手際があって誤ってこの保護フィルムを剥がしてしまったと。同時に LCD モニターに傷をつけてしまって、また最近新しい傷も作ってしまってLCD パネルを取り替えることに今やってるんですけれども、ここで問題が一つ発生して、ここに商品を保護するための目的のフィルムがついてるんですけど、このフィルムを剥がしてしまうとパネルの上にはもう何もないという裸の状態になってしまうんですね。このままでは容易にまたパネルに傷がついてしまうということが想像できます。そこで対策を講じないとということで、結論から言うとこういったものを購入しました。フリーサイズフィルム、液晶画面のサイズに合わせて自由にカットできるタブレット用の保護シートですね。こちらはエレコムさんの商品なんですけれども、家電商品に行ったところ、他にも何社から同じような商品が売られていました。タブレット保護シートなら何でもいいかというと、やはりカッターでカットして 8.9 インチに調整できないと意味がないということで、こういった商品を購入いたしました。それではこれを開封してモニターに貼り付けていきたいと思います。シートが A4 のサイズと一緒で、この短い辺が21センチで、長い辺が 29.7 センチあるんですね。 8.9 インチなんですけど、これの長さが、この短い辺が13センチ、長い辺が 20.2 センチになります。なので2つ取れるということになりますね。はい、このような感じで 8.9 インチにカットいたしました。これを新しい LCD パネルに貼り付けていきます。はい、そうしましたら、こちらの新しい LCD パネルの保護フィルムを剥がします。そしてこちらの保護シートを貼っていきます。はい、ちょっと苦戦しましたけれども、気泡がなく綺麗に貼ることができました。今回は LCD パネルの交換作業中だったということもあって、このように LCD パネルが独立した状態で貼り付けましたが、 LCD パネルが取り付けられている状態でも同じように作業ができると思います。まずはテープを剥がして、その上に LCD フィルムを貼るという、まあ、ただそれだけの違いということですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回はエレゴサターンの LCD パネルの上にフリーサイズのタブレット用保護シートを貼るという企画をお送りさせていただきました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。